で右から来たやつがさ。じゃあ帰るか。ああそうだな。ねえねえミュウ、帰りにゲーセン寄ってかない？ほらほら、新しいシリーズ出たんだよ。あれってコツがあってさ、昨日それ悟っちゃって、ミュウにも教えてあげるから絶対取れるって話ね。行こう行こう行こう。ごめん、今日ちょっとこれから行くところあって。何それ、付き合い悪い。ゲバちゃん欲しくないの？ミュウ遊んでやんないぞもう。はぁ、あ、行っちゃった。あれから4週間、どんな夢を見ているのか。ここ夕日綺麗ですね。君はこの街が好きかい？え？はい。あの子はあまり好きではなかった、というより憎んでいた。イスズさんですか？当然のことかもしれない。この街は欺瞞と虚偽に満ちている。形だけで誰も守らぬ制限速度、売春禁止法が決まって数十年経っても、繁華街のソープランドの個室では何が行われているのか。公共賭博として認められていないのに、パチンコ屋の裏の交換所では
何を何に交換しているんだ。今日もどこかで予算を消化するためだけに工事が行われ、テレビや新聞は信念を持たず、ただクレームだけを恐れて放送禁止獄を次々に作り上げる。みんなが知っていることだ。だが誰も言い出さない。欺瞞と虚偽は無関心によってさらに醜く膨れ上がる。そういえば昔、そんな輩をクソ虫と呼んだ男がいた。虫ですか？我々の戦っている相手は人であることを捨てたクソ虫。決して怪物などではない。心を歪めた人間そのものだ。バッカだね。まっとうに生きてりゃそんな姿にならずに済んだもの。でもあんたら捨てちゃったんだよね、人間。まあ楽だしね、その方が。気を使う必要も我慢することもないしさ。今日はついてるぜ、あんたら。これから私がもっと楽にしてやるよ。次。そう、我々は侵略者となったクソ虫を消去する。それは言い換えれば殺人。君が恐れるのも無理はない。いつか元に戻す方法が見つかるんじゃないかとね。もっとも今はまだその手がかりすら見つかっていない。見つかる可能性も低い。我々の努力は欺瞞的で贖罪の意味すら持たない。この何割かはあの子が集めたものだ。この町を憎み、そこに生きるクソ虫のような人間を本当に憎むのなら、全て握りつぶせばよいものを。締めて20万ってとこかね。けど最近ちょっと数が多すぎ。バレバレなんだよ、クソ虫の匂いでね。間もなくだ。我ら集う、その時が。なのにあの子は何年も前から奴らと戦い、結晶を集め続けてきた。なぜだと思う？その答えは私が見つけてあげたわ。この子もきっと喜んでくれる。アヤネ！アヤネ！オリジナルインベーダー S07P。 アヤネに近づくな！何をしに来た？この子の声に呼ばれたの。この子は私と同じだからわかる。この子の求めているものが。愚かな。自ら消されるため私の前に現れるとは。私が消える？オリジナルインベーダーとて、生まれいでた黒き門、マイナスゲートから逃れる術はない。ゲートオン！クーラー！なぜだ、なぜ吸収されない？愚か者はあなた。お前はインベーダーじゃない、人間。ゲートオープン。
ちも返してもらえます。何？もうすぐ、もうすぐ人の時代が終わる。急いで手当てを。大丈夫。この腕はまがいものだ。え？腕だけじゃない。右足といくつかの内臓も。かつてゲートに食われた。過去、ゲートキーパーに不幸な家庭環境のものが多いのは、幸福の因子をゲートに食われたせいだ。そんな。中には、北条ゆきののように、自分の時間を食われてしまった者もいる。ゆきのちゃんが？あと数回力を使えば、奴と同じようにその肉体をもゲートに食い尽くされるだろう。じゃあ、さっきの子は？奴はおそらく、霊体だけになった残留思念のみの存在。幽霊少女とはよく言ったものだ。今人類の半数以上が、潜在的なインベーダーと化し、頼みの綱だったゲートですら、開く者の肉体を喰らう絶望に続くもんでしかない。我々の抵抗など無意味。もはや、希望なんてものはどこにもないのさ。だが、それでも。ごめんね。私、ゆきのちゃんのこと何も知らなかった。なのに、最初は幽霊だなんて言って、ごめんね、本当に。はい、できた。ゆきのちゃんずーっと一人で学校にいたんだもんね。だからせめて制服をって。ねえ、ゆきのちゃん。いすずさんはどうして戦ってるんだろうね。インベーダーになった人の結晶を集めて、私には何も教えてくれなかった。やっぱり友達じゃないのかな。これ。ん？ありがとう。ああ、それ、本当はね、お母さんに縫うのを手伝ってもらったの。お母さん？そう。父母が頭かきなで咲くわれて、いいしけ飛ばせ忘れかねつる。ゆきのちゃんの言葉難しいね。あの子はいつも泣いている。まるで幼子のように。なんだってんだ、昨日のインベーダーの捨て台詞。嫌でも手伝わせるか。悪い、マナズルミュウいるかい？え？ミュウ？ミュウは今いないみたい。逃げ足だけは感心するぜ、マナズル。ふざけるな！この写真がお前じゃないだと？貴様、警察を舐めてんのか？本当です。その、私、何も知らないんです。てめえ。俺はな、真実が知りたいんだ。お前の嘘を聞きに来たんじゃない！今年になってから頻繁に起こっている不可解な事故。これはお前たちが相手をしている、こいつらの仕業なんだろ？こいつらは一体何者なんだ？答えろ！お前は知っているはずだ！けど、私。いいか、よく聞け。何度も言わんぞ。俺が知りたいのは真実だけだ。それを掴み取るためなら何でもする。適当な容疑をでっち上げて、お前を拘束することだってな。刑事さん。さあ、吐け、真実を。俺は真、
みんな私の計算通りに動いてくれた。機械将軍も悪魔伯爵もあの子たちが頑張ってくれたおかげでこんな姿になっちゃった。だから私の思いのまま。バカ、死にてえのかこのガキ。早くここをどけやがれってんだよ。みんなさよなら。オープンザゲート。相手は心を歪めた人間そのもの。それは言い換えれば殺人と同じ。ちなみナオちゃん。何もかも手遅れなのに。そんなことないよ。みんなで力を合わせればきっとなんとか。ならないよ。だって。あっ！私たち、もう、手遅れなんだもの。もうやだ！終わり。始まり。みんな、私たちの世界に。嘘だよ、こんなの。ちなみ、ナオちゃん。お前たちも、我らの世界に来い、クリノだ。二人ともやめてよ。冗談きついよ。ねえ、早く逃げよ。ほら、逃げようよ。ゲバちゃん取りに、ゲーセン行くんだよね。ねえ、夏休み河原でバーベキューしたよね。またあんな風に。ねえ。我らの世界。来るのだ、お前も。ちなみに、ナオちゃん。我らの世界、来るのだ。ちなみに、ナオちゃん。叫ぶ！夢見てんじゃねえよ。
ちに殺されるのがお前の本望なのか。忘れるな、私たちはゲートキーパーなんだ。わかった、それじゃあ現地で。これ、ああ、北条ユキノ、あの子の開いた氷結のゲート。ユキノちゃん、ゲートを？あの子に頼まれたのさ、お前さんを助けてくれってな。来てくれたのか、北条ユキノ。約束したから。共に戦うのは二度目だな。そしてこれが最後。ああ。どうやらそうらしい。さてと、超大物のお出ましらしいや。でかい稼ぎに出かけっとすっかな。で、どうする？まだまだ増えるぜ、インベーダーは。半径40キロ、今までにない規模の IPW でいっぱいだ。ま、せいぜい気をつけて逃げるんだな。お前さんの跳躍のゲートで誰よりも安全な場所に。争いのない世界ってやつにな。希望が絶望に変わるように、あるいは少女たちは漆黒の空に向かってただひたすらに羽ばたいていく。次回ゲートキーパーズ21ファイナルエピソード、羽音。